ファビオ・バルダート、ファビオ・バルダートは、イタリア出身の元自転車プロロードレース選手。1991年プロ入り。ステージレースの平地ステージや、クラシックレースを狙う典型的なスプリンター。通算45勝。愛称は、バルドー。現在は、BMC チームの助監督を務める。活躍は1993年のジロでイタリアに、始まる。この年のギガバイト、MG チームは、 マリオ・チポリーに、ヨハン・ムセウといった最強スプリンターが所属しており、春先から快進撃を続けていた。しかし、ツール・ド・フランスに精進を合わせた二人は消耗する、ことを避け揃って、二郎欠場。このため、平地区間のゴールスプリントの担当として抜擢された。古豪、フランコ・キオッチョリの全面的アシストもあり、アドリアーノ・バッフィ、マウリツィオ・フォンドリエスと、 ディミトリコニシェフといった強豪を相手に互角の戦いを繰り広げた。最終的なポイントではバッフィア・フォンドリエストに及ばないものの最終区間のミラノを含む区間3勝を挙げてチポリーニの代役としては十分な働きをアピールした。94年はパリ・ニースで2勝を挙げるなど好調な滑り出しであったがパリ・ルーベではアンドレチミルに及ばず2着。 ジロでも2着止まりを繰り返し区間優勝は得られなかった。95年はロンドファンフランデレンで構想するが圧倒的な力を見せるヨハン・ムセウに及ばずまたも2位に泣いた。初出場のツール・ド・フランスでは第1ステージで勝利するも落ち者で負傷、リタイアする。96年のロンドファンフランデレンではチームメートのミケイ・レ・バルトリが逃げを成功させてしまったため抑えに回り、 またも2着、ヘンとウェベルヘムでも3位に終わる。一方ツールドフランスでは、エリック・ザベルやフレデリック・モンカスさん、イェロン・ブライ・レイベンスといった競合に阻まれるシーンが多かったが、最終区間シャンゼリゼでこれらの競合を抑え勝利を上げ、ポイント賞でも3位に入った。この年は、ブエルター・エスパーニャでも区間2賞を上げ、ついに3大ツールのすべてで区間優勝を達成した。 97年は、勝利なしに終わり、翌年には、同チームになった強豪スプリンターニコラ・ミナーリの、機関車役を務めるなどの屈辱も味わうが、ドイツのセミクラシックレース、ルントウムデン、ヘニンガートルムで勝利を挙げ、ようやく万年2位を返上した。2000年には、ミラノ3連もデツアベルに敗れまたも2位。ジロでは、落ち者により、鎖骨と骨盤を折る重傷を負うなど不運に、 つきまとわれるが、ヒュー、サイクラシックカップで3位となり、不屈の復活劇を見せた。この後メジャーレースでの勝利からは遠ざかるが2003年の、ジロでイタリアでは久々に、区間一勝を挙げている。2006年には、一旦格下のプロコンチネンタルチームに移籍するが、翌2007年にはすぐにプロツアーチームに復帰。2008年も、現役選手最年長となる40歳を迎える。 恒例にもかかわらず契約更新した。かつてなら強制的に引退させられていた年齢での契約は、バルダートの実力とチームの期待の高さを物語るものである。この期待に応え、2007年には UCI ヨーロッパツアー2006-2007のオスターイクランドファートで区間優勝。2008年にはパリルーベを10位で完走し、最後まで北のクラシックでの強さを見せつけた。 2008年のパリツールが引退レースの予定だったが、8月に行われたエネコツアーで落ち車して鎖骨を骨折、回復が見込めないためこれが実質の引退レースとなった。この年はアブドヤパロフも出走を回避。スプリンター不在のジロと言われた91年ジロで、イタリア優勝95、96年、パリツール優勝。 97年ツールドフランス区間認証ロビー・マキュアンが危険走行で降格処分が下された者に対する繰り上げ、ありがとうございます。